こんにちは、鍼灸師の田畑です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日のテーマは体幹トレーニングにより実際に10キロぐらい僕も、ダイエットに成功したので、それのやり方について説明していきたいと思います。もしダイエットに興味のある方、体の綺麗なラインを作りたい、痩せたい、背筋を良くしたいっていう、ニーズがある方はもしよければご一緒にやってみてください。はい、ではやっていきます。これは30秒ほどやっていきます。続いて、さっきはプランクを、ナチュラルにやったんですけど、よく最近見かけると思います。上げて下ろしてを10回やります。反対からいきます。なるほど、反対いきますね。2、3、4、5、6、7、8、9、ラスト。はい、意外ときついので無理のない程度でご自身の回数をやってみてください。続いてですね、右手を前に出して足を1、2、3、ヒップアップの効果もやりますので5、6、7、8、9、20。 OK、 続いてこのように30秒いきます。反対いきますね。よし、続いて同じ向きの腕と足を出していきます。反対いきますね。
いて、横側のトレーニングをしていきます。1、足を少し浮かしたまま1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 はい、体幹トレーニングなんですけれども、確実に続けてると 100% 変わってきます。1日やるの大変だとは思うので、2日に1回とか出した時にやってもらえるだけでも全然トレーニングは効果がありますので、特に猫背で悩んでいる方とか、くびれを作りたいという方はぜひともやってみてください。今日は動画をご視聴いただきありがとうございました。